なんか以前、安倍晋三さんとエコー塾が絡んだね、投資詐欺事件のことを扱ってましたけども、そこでさらに詳しく書いてる記事を見つけて、それが週刊ポストで2007年頃に報道してたんですけども、ESI っていう金集め団体というか、ここは倒産直前に架空の増資計画で、穴吹工務店とか、ホテルニューオータニを経営する帝王市とかから、10億円以上の資金を集めて、騙し取った事件という形なんですけども、この被害額っていうのは10億円以上あって、同じく被害に遭ったパチンコグループのある税の子会社が特捜部に刑事告発をして強制捜査っていう形になったんだけども、ただそこに入るまでに2年ぐらい進展しない期間があって、もともとここの被害者っていうのは、エコー塾っていう手形師療法とか、宗教色の強いコンサルティング会社のセミナー参加者っていう形で、怪しいね。そうですね。で、その肝心のその10億円の増資計画については、その被害届がこれまで出てなかったようですね。ああ、そうなんですか。で、その TOC とかも出資をしてないみたいな感じで言ってて、荒引き工務店とかも答えられないみたいな感じで、捜査が進まなかったみたいですね。なんかもう隠してるというか、操作されてまずいって感じですか。そうですね。ただそれが、その東京地検の特捜部長が、新しく、八木特捜部長って人が、就任してすぐに、第1号の事件っていう形で動き出したようですね。ああ、なるほど。担当変わったから。そうです。だからその辺で捜査の一報が流れると、その官邸サイドとか、自民党とかから探りが入ってきてっていう形で、その日の夕方に八木特捜部長っていうのは、この事件は単純な告訴事案であって、政治的背景は一切ないみたいな感じで語ったっていう形で、とても捜査に入ったばかりなんで、政治的背景とかそんなことも何もわからない状況で、わざわざね、政治的背景はないみたいな感じで、否定するコメントを発表するっていう形で、逆に言うと、その政治的介入がありまくるっていうことがね、その裏返しなんでしょうけれども。前もってないって自分が言ったことによってバレたという感じですかね。そうですね。で、この安倍晋三さんとエコー塾っていうのは、ただなる関係っていう形で、もともとここの関連会社の辛辣の水の広告塔をしたりとかね。で、そのエコー塾が開催をしていた光フォーラムには、その母親の安倍陽子さんと一緒に、たびたび出席をしたみたいですね。ああ、そうですか。で、ここの、その安倍晋三さんは、もともとエコー塾の社長である光永氏と知り合いあって、で、この光永氏が1990年代に、光国際通信っていう会社で、取締役だったんですけども、その時に安倍晋三さんと、現在はもうゴールネットの社長の、杉山氏が、役員として名を連ねてたって形で。で、この事件が起きた2006年当時っていうのは、安倍晋三さんの後援会であった阿信会の代表幹事だったのが、杉山氏っていう形で、杉山氏っていうのは、そのアパグループの元谷俊夫さんを阿信会に入れたりとか、元谷俊夫さんっていうのは、アパホテルのね、顔で有名な女性社長の夫というか、名物社長ですよね、派手な。そうです。で、そこの人物の会長なんで、実質そのトップですね。その人を入れたりとか、例の耐震偽装問題とかで問題を起こしたヒューズ屋の小島社長とかも、阿信会に入会させたりとかしたみたいですね。ああ、そうなんですね。結構そうそうたるメンバーというか、メンツなんですね。当然、その時には何も問題なかったんで、普通に人を増やしたって形で、優秀な人物って形のことなんでしょうけども、この辺で光永氏がやってたエコー塾っていうのが、コンサルをしてるね、会員企業に、杉山氏の側近を役員として送り込んだりとかして、密接につながっていたというか。なるほど。で、ここでその ESI っていうのは、そのエコー塾の光永氏とかも資金提供してたみたいで、で、そこが悪さをしてるのか、したのか、お金を回収するためなのか、TOC とか、ウィッグ工務店とかにも、架空の増資とかで、投資をさせてね、自分だけはお金を回収しようみたいな感じで考えてたのか、ちょっとこの辺は分かんないですけども。で、その ESI の事件と同時期に、アパグループも耐震偽装事件とか発生したりとか、その辺でも怪しくなって、阿信会のね、会員企業とかも、安倍晋三さんから離れていったっていう形で。なるほど。で、そのアパグループは、安倍さんとか旧森派とかなり強力なコネを持ってたから、その辺でね、国交省とかも止められるだろうみたいな感じで思ってたみたいですけども、ちょっとそれも止められなくてっていう形で、ただ、そのテレビの方では報道されるのはね、アパグループの耐震偽装よりも、そこよりか小さい企業というか、ヒューザーの小島社長の話題ばかりが持ちきりっていう形で、
当然、アパホテルとかはね、まあ、広告をテレビとかに出してくれるからっていうところで、まあ、その辺で、まあ、政治の力で守ってくれたのか、まあ、メディアの力で守ってくれたのか。まあ、そうでしょうね。まあ、この辺は分かんないですけども。うん、で、このまあ、ヒューザーの小島社長に関しては、まあ、アシン会のね、存在を国会とかでも暴露して、で、まあ、安倍晋三さんとの関与っていうのも、まあ、発覚っていう形なんだけども、はい、ここでまあ、安倍晋三さんは、まあ、なんとかしなければっていう形で、安倍晋三さんのまあ、地元のね、後援企業であった、原興産っていうところが、まあ、ヒューザーの所有している土地を、買い取ってくれたみたいですね。ああ、そうなんですね。うん。で、まあ、その国会とかでは、まあ、ヒューザー問題に関わった可能性について、まあ、指摘をされてたんだけども、うん、まあ、その身代わりっていう形で、元国土庁長官の口利き問題が、まあ、クローズアップされて、はい、まあ、安倍晋三さんは、まあ、救われたというか、まあ、そういう形になったみたいですけども、はいはいはい。この辺もいろいろと、まあ、怪しいつながりなんですけども。かなり怪しい。うん。で、まあ、その時期と同じ時期に、ライブドア事件もあったんですよね。ああ、ホリエモンの。そうです、そうです。はいはい。で、まあ、このライブドアの、まあ、元の会社っていうのは、本財地っていう会社で、うん、まあ、その3人で立ち上げたんだけども、まあ、その3人のうちの1人っていうのが、野口英明氏っていう人なんですけども、ほう、まあ、この人がその謎の自殺をする事件が起きるっていう形で、うん、まあ、当然ホリエモンも逮捕されたんですけども、おいおい、まあ、一番のキーマンっていうのがその野口氏っていう形で言われてて、ただまあ自殺をしたっていう形で、まあ、どうなったのかっていう形でもあったんだけども、何が原因かは分かってないと、自殺の。そうですね。もともとはこの女一をまあ3人で立ち上げて、まあ、ただこの野口氏はホリエモンと馬が合わなくてっていう形でまあ転職をしてね、はいはいはい、でそこからその H&S の子会社の HS 証券っていうところで、まあ、副社長にまあ就任してっていう形で、亡くなったのは38歳とかでちょっと若い時ですよね。そうですね。で、まあ、この HIS っていうのも実はそのアシン会に入会をしていて、でこの HIS の沢田氏っていうのがアシン会の幹部で、亡くなった野口氏もアシン会の理事をやってたって形で、なるほど、まあ、もしかしたらこういったね、アシン会の怪しい動きとかをまあ把握してた可能性もあるのかなっていう形で、はいはい、まあ、ちなみにそのダイナシティってところもエコー塾に入ってて、うん、同じくエコー塾に入っていたあの武器工務店とか TOC とかもダイナシティにまあ出資をしてたんですけども、このダイナシティの社長っていうのがまあ、2005年6月にまあタイまで逮捕されたりとか、まあ、一応ここもいろいろとまあ問題がある企業だったみたいですけども、ほんまですね。これがまあ安倍さんと関係しているかどうかは分からないですけども、はい、まあ、このダイナシティとライブドアも業務提携をしているっていう形で、うん、まあ、もしかすると、まあ、このアシン会経由でエコー塾に入っている、ね、ダイナシティをライブドアにまあ紹介したのか、はいはいはい、まあ、つなげようっていう形でやったのか、ちょっとこの辺はまあ分からないですけどね。全然ありますけどね。そうですね、うん、で、まあ、このエコー塾の光永社長はダイナシティの、ね、社長がタイまで逮捕されて、まあ、その翌月に急死をしたみたいですね。翌月に急死をした、エコー塾の光永社長が急死をしたって形で、はい、まあ、一応まあこの心不全って形で言われてるんだけども、まあ、59歳で、うん、まあ、特にその健康状態も悪いとか言われたことがなくて、まあ、健康そのものだったのに、まあ、急に亡くなったっていう形で、この辺の死因とかもまあ怪しいって形で言われてるみたいで、基礎疾患とかもないしみたいなことですね。そうです、そうです、はいはい、まあ、この2006年の4月と5月にはアシン会の姉派設計と、まあ、ヒューザーの小島社長がまあ逮捕されたりとか、まあ、逮捕が相次いだりとかしてね、はいはい、まあ、これでまあそのアッパグループとヒューザーのまあ偽装を告発した E ホームズの藤田社長もなぜかまあ逮捕されるっていう形で、はあ、まあ、この辺の逮捕される理由っていうのはあんまりねよく分からなかったんだけども、まあ、その逮捕で、まあ、その判決が出てからね、まあ、この藤田社長っていうのは耐震偽装を隠蔽するために私を逮捕したんだみたいな感じで、まあ、マスコミに訴えたんだけども、まあ、マスコミはねその辺をテレビとかでは報道しなかったっていう形で、はあ、なるほどね。インホームズはそのまま廃業しちゃったんで、まあ、どうなったのかは分からないですけども、はあ、うん、でちなみにここのその2006年9月26日から2007年の9月26日で、まあ、安倍さんの第一次政権が首相の期間ね終わってるって形なんで、うん、まあ、この辺でアシン会とかでいろいろとまあ逮捕されたりとか自殺をしたりとか、まあ、怪しい事件が起きまくったんで一旦首相から身を引いたのかも分からないですね。ああ、なるほどね、そのタイミングで、うん、まあ、一応まあその体調不良って形になってるんだけども、うん、まあ、雲隠れをするために一回退任をした可能性もあるかも分からないですね。まあ芸能人とかでもよくありますもんね、ちょっとまずそうになったら一回こう休業宣言というかしてまたほよいと戻ってくるみたいな、うん、まあ、なんかね海外に留学する人とかもいますけども、ああいますよね、だ時間が経てばみたいなそうですね、まあ、ちなみにその、まあ、ホリエモンとかもね当然まあ自分が逮捕された背景とかには、まあ、アシン会とか、まあ、安倍晋三さんとかがね、まあ、かなり強く関わっているということをまあ知ってるから、まあ、その辺がね怖すぎて、うん、まあ、今もなんか統一教会の話題とかにあんまりね深く追及するような感じがまあなくて、あ、触れないですね、かなりまあ
フェードアウトしてるというか、まあ、そんな感じがあるんで、まあ、この辺はもしかしたらね、もう最悪の事態になることを恐れてあんまり突っ込めないかもわからないですね。ほんまに何してくるかわからないという怖さでしょうね。まあ実際にまあ自分の友達が殺されたわけだからね。まあそういうことですね。会社の創業メンバーがね、まあ、なかなかこの辺とかでいろいろとまあありますけども。だからなんかね、社会学者の古市さんですかね、なんか、はいはい、こんなね統一教会の話題をどん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 やっていくことによって山上容疑者の思うツボだみたいな発言がちょっと物議を醸して、まあそうですね、統一教会に触れるなみたいなことかみたいななってますけど、まあ、結局でもね、すごい有名なこう安倍さんがこうなったことによっていろいろねボロボロとそれに付随していく問題が出てくることによって潰れる人も多いっていうことが分かったから、模倣犯としてねそういうことが他にも起こるかもしれないっていう怖さがありますもんね今。まあそうですね、うーん、なかなかこの辺でね、やっぱまあ統一教会の問題っていうのが一番まあいろいろとまあ怪しいわけですけども。そうですね、もう宗教というよりもまあ宗教企業っていう形でね大きくなりすぎたってところがあったりとかして、もう今ではねそのいろいろとまあジャンルに分かれて、まあ、組織とかも形成されているって形で。確かに。ちなみにそのクリスチャントゥデイっていう、まあ、キリスト教の情報に特化をしたインターネットのニュースとかのサイトがあるんですけども、はい、まあ、ここはなんかその月間40万アクセスほどあって、まあ、その日本で最もね、まあ、多くの読者とかを要するキリスト教のねネットメディアっていう形でなってて、うん、で、まあ、そのクリスチャントゥデイが、まあ、異端的な教えを、まあ、信じるカルト的なグループと、まあ、関係していて、まあ、そのようなメディアとはキリスト教として同時の線に立つことはできないっていう声明を総会議長の名義で発表したみたいですね。ああ、そうなんですね。で、それがそのジャン・ジェヒョンっていう、まあ、韓国人牧師を指導者とするグループで、うん、まあ、この人物っていうのはその自分こそが来臨のキリストであるって形で、まあ、若者たちにまあ信じるようにまあ誘導しててね、はいはいはい、で、まあ、その自分の設立をした関連団体とか、まあ、企業で無賃労働疑惑とかもあったりとかして、まあ、いろいろとまあ問題がある組織なんだけども、まあ、それをまあクリスチャントゥデイがね記事にしたりとかするから、なんでそんなことするんやみたいな感じでね総会議長がまあ怒ったんでしょうけども、うん、ただまあこのジャン・ジェヒョンっていう韓国人牧師っていうのは実はね、その統一教会に以前所属をしていて、はい、まあ、その学生の時には原理研究会とかで、まあ、責任者とかも務めて、で実際その合同結婚式とかにもまあ参加しているって形で、うん、しかもその韓国とかでは同盟のねクリスチャントゥデイっていうメディアもあったりとかして、この人物がまあその創業者になってて、まあ、日本のねクリスチャントゥデイの創業者の高柳氏はまあこの人物の弟子みたいな関係というか、まあ、そういう形ではい、はい、まあ、実質まあこのクリスチャントゥデイっていうのがまあこの人物の関連企業のまあ一つみたいな感じになっててね、うん、まあ、そこでまあ実際内部とかではカルト的なまあ人権侵害っていう形でね、まあ、無賃労働というか、まあ、各国の労働をさせられてっていう形で、まあ、この職員っていうのはまあその給料も出ずにまあ生活費とかもまあ他のバイトでまあ生活をしてたみたいな感じでね、まあ、しかもなんかバイトからも献金させられたりとか、バイトからも、そうですね、まあ、クレジットカードでまあその借金もしてたりとかしたみたいですけども、で、まあ、そのこのクリスチャントゥデイっていうのは実際そのサイト上とかに報告を載せたりとか、うん、まあ、そういう形で載せたい企業からまあ毎月200万ほどの広告料とかももらってて、結構長く、まあ、十分金はあったんだけども働かしてる信者っていうのはまあ金もらってなくて、うん、まあ、逆に献金させられたみたいな感じで、実はむちゃくちゃな関係というかね、だからまあ結局まあ上の人物だけでまあ分け合ってたというか、まあ、そういう実態があったみたいですけども。ほんますね。なんかだからね、宗教とかで信者っていう感じ合わせたら儲けるっていう感じになるみたいなね。なんかその宗教っていうのが儲かるっていうね。まあ信じるものと書いてね、まあ、儲けるって形なんですけども。うん、まあ、なかなかね、このクリスチャントゥデイの、まあ、真の目的っていうのはただのお金目的じゃなくて、うん、まあ、その競合するキリスト教系のメディアを潰すことが目的っていう形で、はいはいはい、まあ、言われたみたいで、まあ、いろいろとまあ闇が深いんだけども。ほんますね。うん、まあ、なかなかね、統一教会に関してはまあ報道特集とかでもね、まあ、元信者の女性とかがまあ証言したりとかして、まあ、無賃労働のことも抱えてたし、うん、まあ、いろいろとまあ献金のことも言ってましたけども、やっぱりまあ選挙の時にはね自民党候補者を応援するよみたいな感じでまあ支持されたりとかしてね、まあ、電話とかもしたりとかさせられたみたいですけどね。はい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 、昨日ですかね、自民党とかでは茂木幹事長がね、もう旧統一教会とこれから関係を持たないっていうのは宣言しましたけど、うん、まあ基本ね、だからまあ応用はするよっていう形ではあるんでしょうけども、そんな感じですよね、完全に関係を断ち切るなんて急にできないでしょうけどね。そうですね、まあ、ちなみになんか統一教会とかではなんかその100万円とかで絵を売ったりとかね、はい、まあ、80万円のまあ呉服とか売ったりとかしてて、うん、まあ、これなんかその天から見たら光り輝いてるって形で言われて、まあ、高額で売らされて、はい、まあ、他の人には分からない価値があるみたいな感じで、ね、まあ、言われて買わされたりとかして、で、まあ、その人がまあ統一教会辞めてから、まあ、画廊に持っていったら、まあ、総額品でみたいな感じで額縁代だけしか値がつかなかったって感じでね。なるほどね。
まあ、なかなかね、まあ、そういったまあ献金とか子どもの学資保険とかも解約させられて、まあ、支払っていったって形で、いろいろとまあ問題がある組織って形ではありますけどね。まあ、よう言われるのはね、落ちてる石でも売ろうと思ったら売れるというか、ね、どれだけうまいこと信じ込ませるかというかね、そうですね、みたいなことなんで、まあ、その辺はね、うまいことを言うんでしょうね、マインドコントロールというか。まあ、ちなみになんか、この件に関しては、もともとは安倍晋三さんのまあ銃撃事件から始まったんだけども、はい、この銃撃事件に関しては、この青山繁晴議員がまあ詳細語ってて、うん、銃弾が実はその金属製であることが分かったっていう形で、はい、まあ、直径はね10ミリ程度の弾だったっていう形で、まあ、その医師の説明だと、うん、まあ、非常に小さい穴って形で答えてるんで、はい、まあ、1センチだったらね非常に小さいって感じでもないし、まあ、首に2箇所の1センチの穴が開いたら十分、まあ、非常に小さいって感じでもまあないのかなっていうところでね、うん、うん、まあ、なかなか、まあ、しかもなんかその一つは右肩付近まで行って止まって、まあ、弾が見つかったけども、もう一つはどこに行ったか分からないという形で、ただまあそれが致命傷になったという形で答えてるんでしょうけども、はいはいはい、ただまあ、 あの医師の説明ともまあちょっとまあかけ離れというかね、まあね、まあ、しかもなんかその両鎖骨に当たって出血多量で亡くなったということなんでしょうけども、うん、まあ、なかなかね安倍さんがまあその全身はだけてる画像を見ても別にそんな大量に出血してる感じもないし、はいはいはい、だからこの辺がちょっとまあ謎というか、で一応まあその警察が6時間かけて調べた結果によると、まあ、心臓には傷がなかったっていう形なんで、うん、まあ、その医師と警察の主張が違っているというか、まあ、医師の話ではその首に2箇所穴があって、まあ、心臓方向に向かって撃たれているって形で言われてたんで、うん、まあ、当然ねビルの上から撃たれたのかなって形になるんだけども、確かにつまりこの辺がね、まあ、謎が多いっていう形で、でまあ、その致命傷になった銃弾が見つかってないって形でね、その銃弾が見つかってないし、まあ、体の中にもしかしたらあるかもしれないってことですよね、その結局。いや、6時間探したけでもなかったっていうことですね。でも外に貫通してるような穴もなかったんですかね、そうしたら。そうですね。でまあこの事件に関しては現場検証とかも行われて調べたんだけども、うん、ただまあ7月8日に事件があって、7月13日の早朝に現場検証っていう形なんで、まあ、1週間ぐらい経ってから現場検証なんで遅いですね、まあ、当然ね、あのまあ献花とかでまあたくさんの人が来た後にまあ調べてるから、うん、もうその時にもうごちゃごちゃになってね、現場とか荒らされまくってるんで、そらね、もう今更調べてもまあしゃあないやろって形でね、いやほんまそうっすよ、まあ、この辺がちょっとまあ謎すぎるというか、まあどうなのかなって形ではありますけどね、まあ、その現場付近のね、まあ、その防犯カメラとかそういったことも調べてほしいですけども、まあ、そういったことも調べられずに闇のままね葬られるかも分からないですけどね。いやなんかこの本当にモヤモヤする感じだからね、この9月27日の国葬もね、これだけちょっと物議を醸してたりとか、37億円ぐらいかかりそうらしいですね、お金も。そんなかかるんですか。なんか結構かかりそうらしいです、まあ、いろんな警備とか、海外からね要人が来る警備とか、まあ、それこそ菊の花だけで2000万ぐらいかかりそうとか、飾り付けとか、はいはい、なんだかんだ37億円ぐらいかかるんじゃないかっていう予想らしくて、はいはい、でまあ、1万4000人キャパの日本武道館で、まあ、6000人入れる予定ですけど、コロナがまだ落ち着いてなかったらもうちょっと数は減らすかもみたいな。うん、まあ、だからまあそこでまあ全通が37億のうち、まあ、30億円ぐらい持っていくでしょうから、まあ、実質まあ7億円ぐらいのまあ葬儀なのかなって形なんでしょうけどね。そうなんですかね。まあ、警備費がとにかくかかるみたいですけどね、海外から来る方たちの。まあ、一応ね、統一教会の件はね、まあ、どうなのかって形ではありますけども、うん、まあ、ちょっと今日はね、なんかその佳子さまの話題も出てましたけども。ああ、なんか久々の交際報道みたいな。そうですね、なんか同級生のエルテイシって形で、うん、まあ、歯医者さんかな。まあ、7月6日の夕方にデンタルクリニックに通っているところが目撃っていう形で、まあ、ここからが1階が診療所で、まあ、2階3階がまあ住まいっていう形で、はいはいはい、でまあその時間外に行ってっていう形で、でまあその1階はまあ消灯してたから、まあ、その診療じゃないやろっていう形でね、うん、まあ、そこからまあ帰るのも21時頃だったから、まあ、来てから3時間半ぐらいおったっていう形で、長いですね、まあ、廃車目的じゃなくて、うん、まあ、会いに来たんだろうって形なんでしょうけどね。なんか俳優の桐谷健太さん似のイケメンらしいですね。そうですね、うん、このがスポーツも得意でね、まあ、アイスホッケーとかでは高校の時国体に出たみたいな感じは言ったから、ああすごいですね、まあ、スポーツもかなりできるんでしょうけども、まあ、こういう相手だったら別に問題もないだろうし、まあ、そのままね親父さんの後を継いでくれるんでしょうけどもなんか最近ね公務をやたら頑張ってやってるのが結婚がね近いからなんじゃないかって言われててね、その、まあ、頑張ってるから国民も認めてくれるだろうみたいな。そうですね、まあこの件に関してはね、まあ、眞子さんが強烈にねハードルを下げてくれたから、納税してくれる相手やったら誰でもいいよみたいな感じでやってますからまあそういうんじゃね、確かに、まあ、歯医者の資格も持ってるんであれば
まあ、何の問題もないんじゃないかなって形では思いますけども、まあまあ小物件以下を探す方が難しいですもんね。まあそうですねまあ今ね女性皇族が結婚後も残らんとかいろいろまあややこしいんで、うん、まあ、早く出てってくれた方がいいかも分かんないですけどね。確かに。まあそれにしても今後ね統一教会の問題とかどういった方向になっていくのか、まあ、予想とかを、ね、皆さんのコメントとかよしてもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。